フィシャルホームページをお持ちですけど、他の選手のブログなどを見ますか？そうですね、いろんなところに行っていろんなブログ見てたまにすごいメッセージ書きます書いてますここに。ああ自分の名前書かないんですけど分かるように。あでもこのレッズの選手はいないです。書いたことないです。まだ今度行ってみます。あ別の選手のところにはなかなか、はい、あということですね。お隣じゃあ永井選手いかがでしょうか？永井選手がもうたくさん来てるんですが、毎日の更新お疲れ様ですというのがすごく多いんですけど、ね、もう皆さんも永井選手のブログ毎日ね、永井選手が何をしてるか本当詳しくなってきてる、そうなんですよね。毎日の更新は大変ですね。すいません、更新は大変ですよね。そうですね、結構書くことがないときが一番困りますね。うん、ご自身がやってますが、この他の選手のブログは見られるんですか？あんまり見たことないですね。あまり。ちなみにちょっと小耳に挟んだんですが、はい、この永井選手のブログが毎日更新してて燃えてる選手が一人いらっしゃる。ほう。相馬選手でございます。あんなに更新してんのかということで、もうやるぞとなってるらしいんですが、いかがでしょうその辺。いや永井くん最近始めたみたいなんですけど。長井くんやってない時はすごい気楽に返してたんですけど、長井くんが毎日更新するんで、ちょっとまあ俺もやんなきゃなみたいな感じになってます。結構ね、マネージするのも本当大変ですからね。マネージ選手いるとやっぱりちょっとね、頑張んなきゃってなるでしょうね。はい、はい、平川選手はブログはブログじゃないと同じですする予定です。それはどのぐらいぶりの更新になりますかね？優勝する前だったんで、はい、ちょっと結構空いてますね。あじゃあもう過去でいっぱいありますね。なかなか過去に使わないですね。いやゴルフの話があるじゃないですか。あ頑張りますさあ頑張りますとコメントいただきましたね。辻選手いかがですか？そうですね、パソコンの使い方があまり分かんないのでまずそこからそうですか。じゃあまず俺もわかんないけど、お母さん一曲歌うみたいです。もう歌ですか？もう歌いたくてしょうがないか。意味がわからない。関係ねえじゃん。あんまり話つまんなすぎるけど、歌ったらいいじゃん。ブログの話してる。お願いします。じゃあ、まあ、せっかくですから、ちょっと歌ってください。はい、よろしくお願いします。さあ、皆さん、バルコニーぶりの素晴らしい歌をお願いします。平セカンドボイス。平セカンドボイス。なんで歌うの？いや得意ななんかアニメソングなんかありましたよね確か。